新大宮バイパスは東京都練馬区から埼玉県埼玉市北区に至る国道17号のバイパス道路である。終端の区間は国道16号が重複している。首都高速道路5号池袋線、埼玉大宮線、新大宮揚げお道路も参照。埼玉県埼玉市北区から同県高野須市の原道区間を形成する。 大宮バイパスと区別するために新大宮バイパスの名称となった。東京都板橋区の笹目橋南詰公交点から埼玉県戸田市の笹目橋北詰公交点にかけては、東京都道、埼玉県道68号練馬川口線、埼玉市内の一部が埼玉県道56号埼玉、富士見の所沢線や国道16号とそれぞれ重複している。東京都内においては、 東京都市計画道路幹線街路放射台35号線の一部をなす。東京都内は6車線及び暫定2車線、埼玉県内は全線6車線で共用されており、また板橋区から埼玉市中央区の世の出入口までの区間には都市高速道路が道路中央に高架で併設されている。この高架用地は当初、 都市高速道路用地として確保されていたが、長らく着工されず、1990年以降になって5号、池袋線、埼玉大宮線が順次開通した。1967年10月に笹目橋から国道16号に、至る約 11.2km が完成し、2車線で共用を開始した。1970年1月に4車線か、1972年7月からは、 6車線化した。この路線と、国道16号東大グイバイパス、国道122号、国道298号を合わせて、埼玉市周辺の環状線としての役割がある。また、浦和駅周辺の混雑を解消する4、車線環状道路の一部となっている。なお、東京都方面では、 新大宮バイパス起点よりも東京都心側においても都市計画道路放射台35号線に指定されている。東京都道311号環状8号線の平和台交差点、東京都道318号環状7号線と東京都道441号池袋八原線が交差する武蔵野病院前交差点方面へ伸びる区間が 東京都市計画道路幹線街路放射台35号線、東京都市計画道路幹線街路放射台36号線として、東京都を事業主体として、事業中であり、これらが完成すると、池袋駅西口から東バイパスまでが一本の道路で結ばれる予定である。これらと事業の進展に対して、関東地方整備局は、北町交差点を放射35号線の整備時には、 平面交差、放射36号線の整備時に立体化とし、また、暫定2車線区間は、放射36号線の整備に合わせて4、車線化するとしている。埼玉県内は大規模災害時に交通規制が行われる。平日24時間交通量拡幅工事は凍結中。都市交通審議会の答申では、都営地下鉄三田線を、 同様地上に建設し延伸する構想もあった。最強線の開業後に構想は、東進から削除されている。北町八丁目から徳丸四丁目交差点までは、上り線一車線、下り線二車線、新四葉まで暫定二車線。ありがとうございます。